ブラックロックは世界最大の資産運用会社である。会社の運用資産額は2019年末に7.4兆ドルを超えた。2014年末、政府系基金協会がブラックロックの運用下にある資産の65%は機関投資家由来であると報告した。アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オーストラリア、 中近東を含む世界24カ国にて拠点を構え1万1400名超の社員を要している。ブラックロックのリーダーは2018年3月、現在もローレンスフィンクであるが、ブラックロックの創業者は主要株主の地位を世界金融危機までに交代している。世界不況と関係なく、ブラックロックの業績は伸び続けた。 ブラックロックジャパンは2015年から会長として、伊沢義行が2017年から社長として、有田博之がそれぞれ就任している。運用資産は株式、債券、キャッシュ、オルタナティブ、不動産、アドバイザリー戦略と多岐にわたる。その運用資産総額は世界の GDP 合計の約6%に上る。独立ユニットであるブラックロックソリューションズを通じ、 リスクマネジメントテクノロジー及びアドバイザリーを機関投資家へ提供する。2017年時点での運用資産は6.29兆ドルである。主要株主の支配率は2007年時点でメルルリンチが34.1%、PNC が24.6%、バークレーズが19.9%である。数値は2011年スイス連邦工科大学が 行った調査により明らかとなった。そこでは、オービスというデータバンクが保有する2007年のデータが利用された。大手多国籍企業4万3000社を調査の対象としうちブラックロックを含む1318社が全対象企業の80%を支配していることが判明した。相対として株式の持ち合いが行われているという。 スチュワードシップコードの実行性に大きな疑問を投げかける結果となった。ありがとうございます。